さちです。こんにちは。今日のテーマなんですけど、えっ、ー、と、私の憧れだったことが実現しましたということで、えー、動画を撮っていこうと思います。で、あのー、こうさ、セックスとかさ、 性的なことに関してさ、憧れてることとか、やってみたいなって思うこととかって、あの、ある方いると思うんですけど、私もいろんなことをやってみたいなとか、ああ、あれ、あんなこと、なんかパートナーにしてもらえたら絶対幸せだよなとか思うことっていろいろあったんですけど、その一つが、あの、私過去の動画でも言ったことあると思うんですけど、 あの願者をしててみたいっていっうのがでもそれがただの願書じゃなくてただの願書じゃなくてあの願書パートナーの願者で目覚めたいみたいな夢があったんですよ。それで基本的にやっぱさ愛する人の何その性液を顔に浴びれるっていうのは私はすごい幸せなことだなって思ってて、まあ、この考え方はあのあんまり一般的な女性は思わないことだから。 あの女性ってそうなんだっていうふうには思わないでほしいんですけどまあ,あのそんな感じで今日はちょっとガンについてお話をしようと思いますパートナーとのラブライフを今よりももっと充実させたいなという方は男性の方も女性の方も是非最後まで動画をご覧くださいでえー、とガンはねあのねあんまり私の周りでも「あ分かるガンめっちゃいいよね」とか「私もガン好きなんです」っていう人って少なくてだからまあ,あの私はあんまりこう。 なんていうの一般的な女性とは意見が合わないというかちょっと変わってるんだなって自分でも分かってるんだけどほん、えっとねそうだからさすごい好きなんですよ私はそれが。でさしかも何て言うのそのもうさ出たてのあったかいまあもうめっちゃあったかいこれ今出たばっかじゃんみたいなのがいいんですよ。だからあの時間経っちゃうとあの意味がないといかだから例えばさあの どううなんだろうそんなプレイはあるかわかんないけど例えばそのパートナーの手に出したものを顔に塗るとかあとはその一回コンドームに出たものを顔に出すとかそれじゃ意味なくてなんかもうその出たてがいいんだよ。あ出たてのあったかいやつがそのなんか愛を感じるというかさそこにこうなんかね私はねそのね それってさプレイの一環なのかもしれないんだけどプレーっていうよりかはもうなんか私はそれが愛に直結することなんだよねだからなんかその出たての精液を顔に浴びてそれでなんかあああったかいなんだこれみたいな感じで起きたらあ精液だったみたいな目覚めがしたいわけですよ。 だから、ね、それがすごい夢であなんかいいなって思っててだけどさ、あのー、前の動画でもお話ししたんですけど我が家ではその、まあ、夜寝る時と朝起きた時にセックスをしたいよねっていう話をしてこう朝活夜活してたのでな,んかなかなかさそのもったいないっていうかさ 朝顔に出してしまったらその後じゃあまたそのセックスしよっかってできないこともないけどなんかもったいない気がしちゃってなかなかねできなかったんだよねだけどなんかさその自分が体調的にできない時とか、まあ、生理の時だったりとかなんかちょっと今日はセックスする気分じゃないなとかさそういう時ってあると思うんですよ誰でもね。だかからさなんかそういういに 私がそういう時はもちろんしないしパートナーもそういう気持ちの時はもちろんしないからだからさ、まあ、そういう時に顔にかければいいんじゃないって思ってだからまあなんかそういう時が訪れたわけですよタイミングよくねそれであのー、朝あったかいものがこう顔にかかっての目覚めた瞬間のあのー、なんか幸せだよねと思ってまあなんかそういう 何を話したいのかよくわからないんですけどなんか私が伝えたいことはそのさやっぱさ愛するパートナーとのセックスの中でしてみたいこととかってあると思うんですよ誰でも私の場合はその感謝で目目が覚めるっていうことだったんですけど誰でもあると思うんですよでそれをさやっぱさ実現できた時ってなんかすごい 嬉しいしいやってみたらあ意外となんかこんなもんかって思うかもしれないけどやってみたらすっごいよくてなんかそれにハマってでそれがきっかけでお互いもっとこうセックスが楽しくなったとかさそういうこともあるからなんかそれがねあの、まあ、ちょっとしたことでもいいと思うんですよ。 からそのさ、女性がさ、ちょっとなんか、こういうアイテムをセックスで使ってみたい、取り入れてみたいっていうのを、こうちょっと勇気を出してパートナーに伝えて、で、それをパートナーと一緒に使えた時っていうのが、すごいなんか、 記憶に残ってて興奮したとかさ、まあ、なんか何か男性で言ったらさそのパートナーの女性とちょっとなんか目隠ししてそういうプレーを楽しんでみたいとかでそれをなんかやってみたらすごい興奮したしパートナーの女性もすごい喜んでくれたとか,なんかあると思うんだけどなかなかそれをさこうパートナーに話せる。 関係かかどうううっていとところもあると思うんですよで結構男性の話聞いても女性の話聞いてもあ,のあんまりそこの自分のさやってみたいっていうこととかをパートナーに話せてる人っていなくって「いやー言えないですこんなこと引かれそうだもん」とかさねなんか言ってる人が多くてだけど言ってみたら意外となんか。 パートナー喜んでくれることもあると思うから、なんかもっとこうやっぱセックスでコミュニケーションみんな取ってってもいいんじゃないかなって私はすごく感じていて。 なんでこう言う前から、いや、絶対惹かれるからとか、いや、なんか、あのー、僕の彼女そういう話絶対ダメなんですよとかさ、ね、なんか女性も、なんか、あのー、私のパートナーは、あんまりこうセックスが好きじゃなさそうだから、だからあんまりこうセックスであれしたいこれしたいとか、本当はラブホも行ってみたいけど誘えないしとか、そういう風に言ってる女性もいたりとかして、なんかさ、本人からさ、あんまセックス好きじゃないよって言われたわけでもないし、ね、なんか、 そういう話あんましたくないって本人から言われたわけじゃないけどなんとなくその普段の感じであなんか自分のパートナーってこうなんだろうなみたいな感じの判断をしてそこをこう話せてない人が多いなって思ったんですよねだからそれって本当もったいないなってだって意外とその男性の話聞いたり女性の話聞いたりすると興味はあるけどパートナーに言えないっていう人の方が私は多い印象を受けてるので だかからなんかそういう人がいる中でなんかこうそこ2人で話せてないのってすごくもったいないなと私は感じてるからなんか私も今回そのパートナーにねあの「感謝で目覚めてみたい」っていうことをリクエストしたところ別にあのパートナーは引く,引くこともなく快くあの受け入れてくれたのでなんか。 ね、そういうことってさお互い話せてさああいうやってみようってなった方が楽しいじゃんでもしそれで仮に私は私はそれでなんかね顔にかけられて目覚めてみたいんだよねってパートナーに言ってパートナーがえー何それちょっとなんか幸変態なんじゃない大丈夫みたいなこと言われても私は別に何だろう 落ち込まないというか、そんなに気にならない。そこに関しては、あ、じゃあなんかこう、性に関しての考え方は、パートナーと私はちょっと違うんだなっていう、そこでいいと思うんだよね。だからさ、 まあその言われ方にもよると思うけどもしそこでさパートナーにさ「うわねえち頭おかしいんじゃないのほんと気持ち悪いわそれ」みたいな「もう一緒にいたくないわ」とかまで言われたらさすがに引くけどあ引くじゃないさすがに傷つくけどだけどね自分のさやっぱさ好きで一緒にいるパートナーに対してそういう言葉を言う人ってねいないと思うからだからもっとなんかこうねあのー 二人でしてみたいことどんなことが気持ちいいのかどんなことが興奮するのかとかそういうことをこうパートナーと話すことってすごい大事なんじゃないかなと思ったので、えー、今日はねあの私がしてみたいことが叶った記念ということでそういうお話をさせていただきました。 で、次回は、えっ、ー、と、パートナーが、私のパートナーがしてみたいっていうことを私がしたよというお話を次回はしようと思いますので、ぜひ次回の動画も見ていただければと思います。ということで今日は以上になります。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。